皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校4年生理科閉じ込めた空気や水の内容の1時間目です。早速ですが、今見ていただいた映像、何をしていたか分かりますか？そう、ペットボトルロケット、水ロケットを飛ばした様子です。ペットボトルロケットに使うペットボトルの中身はこれ、空気と水だけです。なぜ空気と水だけであんな風に飛ばすことができるのでしょうか？この単元の学習をするとペットボトルロケットが飛ぶ仕組みも分かってきます。みんなで楽しく学習していきましょう。まず閉じ込められた空気の性質について調べていきます。皆さんはこのように袋なのに空気を閉じ込めて押した経験はありますか？閉じ込めた空気に力を加えると空気の体積やその時の手応えはどうなるのでしょうか？では予想を立ててみましょう。閉じ込めた空気に力を加えると体積はどうなるのでしょうか？その時の手応えはどうでしょうか？身近にビニール袋がある人は実際に空気を袋に閉じ込めてみて、その経験をもとに予想を立ててみましょう。自分の考えの理由も書けるといいですね。実験です。今日は注射器に空気を入れてゴム板で先を閉じピストンを押します。ピストンを押す力、加える力を強くしていくとピストンの位置はどうなるのかをよく観察してください。それではやってみます。注射器の中に空気を閉じ込めました。ピストンを少し押してみます。離します。もう少し強く押してみます。離します。最後に最大限の力で押してみます。離します。それではワークシートの結果の欄にピストンの様子や気づいたことを書いてみましょう。結果をまとめます。加える力を大きくしていくとピストンはより下に下がりました。手応えは押している時の様子で分かったでしょうか？加える力を大きくすればするほど手応えはとても大きくなり、押すことがとても大変な状態になりました。そしてピストンから手を離すとピストンは元の位置の近くまで戻ってきました。注射器の中の空気の様子をイメージしてみるとこんな感じでしょうか。力を加えるほど中の空気は縮みますが、元に戻ろうとしてより強い力で押し返そうとしてくる、そういうイメージです。それでは結果をもとに考察を書いてみましょう。閉じ込めた空気に大きな力を加えるほどピストンは下に下がりましたね。下に下がったということから大
体積は小さくなったと考えられます。このように結果から考えられることが欠けていたら素晴らしい考察です。それではまとめです。この時間は閉じ込めた空気に力を加えると空気の体積や手応えはどうなるのかを調べてきました。その結果、閉じ込めた空気に力を加えると空気の体積は小さくなる。そして力を加えて体積が小さくなればなるほど手応え、押し返す力は大きくなるということが分かりました。次の2時間目には閉じ込めた水の性質について調べていきます。さあ、水は空気と同じ性質を持つのでしょうか。これで閉じ込めた空気や水、1時間目の学習を終わりにします。